本日はね、トラブルの軍と戦ってみようかなと思います。連れてきたのは水着軍団ですね。これトラブルの校長だな。あと作れるところはどこだ。ルンですね。ルンは男になったり女になったり変身できるんですよね。ただ最後の方だと確か2人に分かれるんですよね。男キャラと女キャラにね。宇宙人だから最初の設定では、男でも女でもなれるって話だったような気がしますね。本当は青属性だから黄色軍団使うのがいいんでしょうけど、ここは今日はネタプレイですからね。水着軍団連れてきてますので、まあ勝てると思って水着軍団なんですけどね、連れてきたので。まあ見たで水着じゃないですけど、元からこういう格好ですからね。爆弾ね。爆弾組んだったら2種類作ってきましょうけどね。正解？あ、ここか。爆弾が来るまで待ってましょうね、悪いのはね。で、さらに来るんでしょ、あれが。毒と爆弾のコンビか。こっちも十分育ってるからさほど倒せそうだな、1ラウンドはな。ここは割らないでおいて溜めてきましょう、左側に土をね。ララがいるとこういうね、特殊なやつが入るんだよね。ここは回復だね。ミスの入れとこ、ここで。ちょっと危ないかな。回復しようかな。じゃあ回復しましょう。あ、しまった、これ青属性の人か。青しか攻撃力アップできないんだ。さあ、西野にやってもらいましょうか。味方の攻撃力アップ、これか。これつけて、この懲罰版のナルトは属性関係なく攻撃力上げてくれますね。この辺で終わって回復ですね。
倒しきりましたね。はい、倒しましたね。これね、今倒すとね、ルビーがもらえるんですよね。超絶級クリアでルビーがもらえるので、ルンはすでに運マックスになってますけど、このルビーも目当てに狩るのもいいでしょうね。ルビーもらいましょう。こちらルンなんですけども、ルンはね、レベル8以上に鍛えれば、全体攻撃が可能になるんですよね。まあ、攻撃量はさほど高くないですけど、全体攻撃役で、しかも、特性でね、ヒットポイントが 50% 以上の時に、必殺プチを7個ではなく6個で作れるから、速攻性がありますね。まあ、メインで使っていくには悪くないキャラだと思いますね。使えると思います。サポートは、青の攻撃力アップですね。あ、でも1ターンしかアップできないのか。使いどころが難しいですけど。まあ、青軍団のサポート役に出て鍛えておけばいいんじゃないでしょうかね。サポートで使うんだったら。メインで使うのがいいと思いますけどね、実際には。まあ、そんなところですかね。